こんにちは、リンです。本日は江戸時代に日本にやってきた朝鮮通信使がなぜ日本国内で物を盗んだり様々な悪事を働いたりしていたのかということについてお話しします。江戸時代には朝鮮から朝鮮通信使という使節が12回もやってきました。彼らは徳川幕府の将軍に挨拶をするためにやってきた、いわば朝貢使節です。学校では友好使節のように習った朝鮮通信使ですが、実際は窃盗をはじめ日本で様々な悪行を行っていました。こちらの絵には鶏を盗む朝鮮通信使が描かれています。鶏だけではなく、宿泊した部屋の家財道具一式を盗んでいくこともありました。あまりにも朝鮮通信使の行いがひどすぎるので、対馬が朝鮮通信使に対して禁止事項を出したことがあります。その一部がこちら。屋内の壁に鼻水や唾を吐く、階段で排尿する、門や柱を掘り出す、咳や屏風を割る、馬を走らせて死に至らしめる、など。つまりわざわざ禁止事項を出さざるを得ないほど朝鮮通信使のこういった行いが問題になっていたんです。ただ当時の朝鮮では室内の壁に鼻水をなすりつけるのは普通のことでした。なので一番上に関してだけは悪意なくやっていた可能性があります。ただ階段で排尿したり門や柱を掘り出したりするのはただの嫌がらせ行為です。朝貢使節のはずなのに、なぜこういう嫌がらせ行為をしていたのかというと、精神的勝利を味わうためだったと考えられます。今でも多くの加納国人たちは日本の国旗を踏みつけたり、日本にミサイルが飛んでくる絵を描いたりすることで精神的勝利を味わっています。いいか悪いかは別にして、加納国は文化的にこういうことをするのを恥と思わないんですね。むしろこういう日本を蔑むような行為や日本人への犯罪行為をすることによって加納国人としてのプライドを保っている部分があります。日本在住の加納国人も、例えば仙台の全寮制の朝鮮高校では上級生が新入生に対して日本人に喧嘩を売る義務を課していたことがあります。彼らは日本人をリンチしてお金を盗むことで精神的勝利を味わってたんですね。キムさんによると、時には何十万円という金額を日本人からかつ上げすることもあったそうです。ちなみに作者のキムさんはこの高校の卒業生で、自身もかつ上げに加わっていたことがあり、後にあの朝日新聞に入社しています。彼らはこのように日本人に対する犯罪行為を行うことによって自分たちのプライドを保ち、自己肯定感を高めていたのです。もちろん全ての加納国人が反日というわけではありませんが、韓国や日本国内の朝鮮高校で反日教育を受けた人はこういうふうになりやすいと思います。加納国人のこういう思考は朝鮮通信使のキム・インギョムという人が書いた日東総遊歌という日記が参考になります。これを見てみると、景色や人のにぎわい、建物や船、食器など日本のありとあらゆることに関して我が国の何倍も素晴らしいとか、我が国の何とかもこれと比べると見劣りするとか、そういった記述がたくさんあります。つまり日本と朝鮮とを比べて優劣をつけているんです。加納国が当時発展していなかったのは事実ですが、別に日本と比べて優劣をつける必要はありません。どの国にもその国の良さというものがありますから、別に日本に対してコンプレックスを感じる必要はなかったと思います。ただ加納国は儒教の影響か、何にでも上下関係をつけるところがあるんですね。この日記を読む限り、朝鮮通信使は日本人から丁寧なおもてなしを受けていた
ということがわかります。それなのにこの本の作者は日本人のことを汚れた愚かな血を持つ獣のような人間とか犬にも等しい和人とか呼んでるんですね。これは日本が朝鮮の何十倍も栄えているということが許せなかったからでしょう。当時の朝鮮の知識人は中華思想といって、中国が世界の中心で一番偉い国であり、中国から文化的な距離が遠ざかるほど野蛮な国だと考えていました。なので彼らは日本のことも下に見ていて、自分たちの方が上だと考えていたんですね。野蛮な国に住むはずの日本人が、自分たちよりもいい暮らしをしているのも気に入らないし、自分たちが徳川幕府の将軍に挨拶しに行かないといけないのも気に入らないんですよ。だから日本人に対してヘイト発言をしたり、犯罪行為を行ったりして、心のバランスをとっていたのではないかと考えられます。中国出身の評論家、石平氏は、朝鮮通信使の日本を貶める発言を指して、著書、朝鮮通信使の真実の中でこのように考察しています。通信使としての自分たちの立場が惨めな朝貢使であることを知りながら、というよりも知っているからこそ、彼らは余計向きになって日本のことを貶め、嘲笑い、もって自らの屈辱感を取り消そうとしているのである。しかし、このようなことは結局、朝鮮は日本に対して実に哀れな立場であることを浮き彫りにして、彼ら朝鮮知識人は実に偏屈した心と歪んだ人間性の持ち主であることを表した。朝鮮王朝と朝鮮の知識人たちは、どれほど哀れにして卑劣な存在だったのだろうか。まあ結構毒舌ですけど、これが真実なのではないでしょうか。つまり勝手に日本と朝鮮とを比較して格下の相手に負けたと思い込んでコンプレックスを抱き、そのコンプレックスを解消するためにヘイト発言をしたり犯罪を犯したりしていたということです。このような行いによって、朝鮮通信使たちは、せめて精神的に勝ち誇った気分になっていたのでしょう。もちろん、朝鮮通信使が来たことによって、文化の交流にはなりましたし、そういう面では良いところもあったんですが、単なる友好施設ではなかったということですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。